はさんこんにちは、い、さんんこにち村長です今日は新しい歌声合成の再出発とも言えるようなシンセサイダー VAI の方が 正式にリリースされることになりました2021年6月18日ですこれに伴って僕の方でも再度シンセサイダー V のポイントを皆さんにお伝えしたいと思いますおかげさまでシンセサイダー V の解説動画の方が公式さんと変わらないほどたくさんの人に閲覧いただきまして本当にありがとうございますシンセサイダー V の方が正式に AHS の方から発売されたのが約一年ぐらい前のことですその日を待って有料版を早速購入しましたそれ以降バージョンアップが細かく丁寧に行われてどん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 素晴らしい歌声合成ができるようになってきましたスタートに大流行りになった鬼滅の刃のテーマソンググレンゲのイントロ部分を鳴らしてみましたこれは いわゆるベタ打ちですそして画面の下の方にありますようにベタ打ちですけれども基本的にボリュームだけシンセサイダー V ではラウドネスと呼んでますけれどもそのボリュームだけを下のように調整したものです再度もう一度聞いていただきましょう「強くなれる理由を知った僕を連れて これだけでも素晴らしいでですよね。でもこのビブラートのところを少し見ていただきますもちろんビブラートの開始位置それなどは画面の右の方のノートプロパティのところによってビブラートの開始タイミングというのが選べることになれます ここで今かなり遅くしてますけれどももう少し早くとなるとこのように動かすとすぐに反応してビブラートの開始位置を設定できますすると下のレンダリングがすぐに変わって音を自動で作るようになりますもうこれだけでもみんなすごいなということでスタートしましたでもですね 皆さんがあまり気づいていなかった機能でピッチの自動調整という機能がありますそれを実行するとその場でとっても自然にできるようになりますこのピアノロールのところの選択がたまにあれできないなっていう時がありますそれはこのピアノロールのところのアイコンで まず選択するときは、この三角のようなマウスツールに持ち替えることが必要です。そしてこちらが書き込んだりするときです。この選択ツールを用いまして、そしてここが階段状になったこのアイコンを押すことによって選択モードになります。これがこちらの方になっていると、選択をしようと思ってもここが選択できなくなりますので、 もし選択がうまくいかないときはこちらを選んでください。そして自分が調整をしてほしいなと思うところをこのように選択しますとここがちょっと明るい目の緑色になります。もう一度ちょっと暗くなりますよね。もう一度こう選択します。そしてもちろんこれはすべてでもいいんですが 上の方の修正メニューの中からピッチ自動調整というのがあります。これを選択しますとこのようなダイアログが出てきます。これは自由度です。自由度をいろいろ調整してそして実行することになります。よく見ててください。はい、書き換わりました。そして 下のエディットのところをピッチベンドに切り替えますと見てくださいこのようにすごく抑揚のあるピッチに自動的に変更されましたもう少し大きくして見てみましょうこんな感じですねうまくしゃくり下からの音程をグッと上げるああみたいな 下からシャトル時にするような自動の調整が行われます。では早速もう一度聞いてみましょう。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。はい、ビブラートの位置も。 かなり後ろ目に変わりました。この機能の素晴らしいところは、有料版のシンセサイダー VAI スタジオ、今日からはそういう名前になるんだと思いますけれども、このスタジオバージョンの場合は、上の修正メニューから、もう一度新しいランスシードで再実行というのがあります。これをすると、また、 違っった感じのニュアンスを作ってくれますもう一度やってみます。さらに自由度を強めたりそうすることによってピッチベンドの表現方法が変わります。これで聞いてみましょう。 強くなれる理由を知った僕を連れて進めどうでしたでしょうかとっても知恵になりましたねもう一度やってみます 強くなれる理由を知った僕を連れて進め、はい、さっきよりビブラートもちょっと早めに始まりましたこのようにして何度も繰り返してすることができますこれは無料版のベーシックの方ではできないようです 一度だけはやってみることができるんですけれどもそこがベーシック版との違いですし僕の方は今スタジオワンという DAW の上で動かしています無料版と有料版の違いは DAW のプラグインとして動くことも一つの特徴ではあります皆さんがあまり使い切れてないブレスについてもお話ししたいと思います ブレスは好きな高さでいいんですがこのように鉛筆ツールに持ち替えましてブレスを入れたいところでこのように書きます気をつけないといけないところはこれが長すぎたりすると上のーがグレーアウトしますシンセサイダー V ではこのように音と音が重なり合うことを禁止していますですから必ず重ならないように 設定してくださいそれでここのところに「BR」と打ち込みますはいこれでどうなったか聞いてみましょう強く強くはいこのようにブレスが入りました。こののブレスの方は ラウドネスなどを使ってもっとブレスを強くしてみましょう下のパラメータエリアの方でも鉛筆ツールに持ち替えるとこのようにかけます少し大きめにこのようにしてボリュームを上げるともっと息を吸い込むようになります強く強くはい このようにブレスを入れることもできます。もう一度ここの分節の区切りのところにも入れてみましょう。コントロールキーを押しながらマウススクロールするとこのように拡大ができます。この状態でここに入れてみましょう。そうすると このようになりますいはい、もう少し強くしましょういはい、どうでしょうかかなり人間らしく発声しますもう一度ブレスも含めて選択をします それでもう一度ピッチの自動調整をしてみましょうもう一度歌わせてみます強くなれる理由を知った僕を連れて進むいいですね これで全体を選択します本当はブレスなどを全部に入れておけばよかったのですが、えー、そこはご了承くださいはい、このように全体を選択します自動でスクロールもしてくれますそれで修正メニューからピッチの自動調整というのを選びます自由度を 最大にしてみましょう。確定します。一極全部の場合はそれなりに時間もかかります。はい、下の方のパラメーターのエリアで、すごく細かくピッチが調整されています。そして、もう一つ便利な機能があります。 これは無料のベーシック版も有料版も同じなんですけれども修正メニューの中から画面下の方でコントロールへ全てを選択するとこのようにこのピッチラインが選択されますこの状態で修正メニューの中にパラメーターの簡素化というのがありますショートカットでは AltS ですこれをすると このたくさんのある点の塊が少し簡素化されます。無駄な中間の点が少なくなりました。少し見てみましょう。こんな感じです。それでは、実際どんな感じになったかこの状態で オケと一緒に皆さ「強くなれる理由を知る」 どううででしたでしたょうか。ここからまだ細かいピッチの手動での編集というのがこの鉛筆ツールを持ってそしてラインを書いていったりすることができますちょっと見てください。アイコンは線を描くツールを使います。 このように今は落書きのように書きましたけれどもこれを手動で変えていくことによって本来の調整という機能ができます次の動画ではこの辺をさらにもっと深めて皆さんと一緒に研究をしていきたいと思いますシンセサイダー V 無料版が使えますので皆さんも一度試してみて DTM ライフを楽しんでください。また慣れてきたらやはりベーシック版とプロ版ではニュアンスの出し方とか歌声のデータベースが良くなっていますので是非それにも挑戦してみてくださいこれからもっともっとシンセサイダー V は高度に成長していくと思っています皆さんと一緒に期待しましょう尊重でした